オートバイにおけるサスペンションは、車体を構成する要素の一つで、車軸を支持しながら、路面のデコボコを吸収して、振動を抑制したイヤの設置を適切に保つための構造を持っている。典型的なオートバイは、フロントサスペンションにテレスコピックフォークを、リアサスペンションにスイングアームを持つ。画像追記初期のオートバイは自転車にエンジンをつけただけの形態で、 前後輪ともにサスペンションを持たない、車体構造であった。やがてエンジン性能の向上に伴い、安全でより早く走行するために、はじめは前輪に、サスペンションが組み込まれ、やや遅れて後輪にも組み込まれて、現在に至っている。コイルスプリングでは、荷重がかかっていない状態での長さを、自然長または自由長と呼び、機械構造に用いる際は、多くの場合で、 自然腸よりやや縮めた状態で組み付けられる。組み付けられた状態での長さをセット長と呼び、自然腸とセット長の差に応じて、バネには機械の初期状態ですでに荷重がかけられている。この荷重をプリロードと呼び、自動車やオートバイなどのサスペンションでは、車重や想定される使用状況に応じて固有のプリロードが設定されている。 特にオートバイでは、車両総重量に対する乗員の体重の差が、他の自動車よりも大きく、プリロードと体重差の関係が、サスペンションの特性に与える影響も大きい。加えて、運転行為に、スポーツ性や指向性のある乗り物でもあり、乗員体格や好みに合わせて、ユーザーあるいは、整備事業者の手で調整できる機構を備えている、場合が多い。 車体と乗員、荷物などを合わせた重量に対して、プリロードが高すぎると、わずかな路面の起伏も吸収できず、路面追従性が悪化したり乗り心地が硬くなったり、する。プリロードが低すぎると、わずかに車重の前後バランスが変化しただけで大きく、サスペンションがストロークして、車体の挙動が不安定になる。また、 未補走路などのように走行する路面の起伏が大きい走行条件では起伏を吸収しやすいようにプリロードを低めに設定し強い加減速を繰り返すサーキット走行などの走行条件では前後の荷重バランスが大きく変化しても車体が安定するようにプリロードを高めに設定する場合が多いプリロードの調整はすなわちスプリングセット長の調整であり 多くの場合は、スプリングの荷重を受けるスプリングシートの位置を変化、させて行う。その機構にはネジによるものや、シムと呼ばれる板状の部材の追加、除去によるものなどがある。ネジによる方式は、サスペンションを分解せずに、外部からネジを回転させて調整が可能である。一方、シムによる方式は、分解するか特殊な工具でスプリングを縮めた状態で、 行う必要があり、サスペンションが車体に取り付けられた状態では調整できない場合が多い。スプリングと空気バネを組み合わせたフロントフォークであるセミエアフォークを採用した車種の場合は空気バネの圧力を変えることでプリロードの調整ができる。リアサスペンションの場合はスプリングシートを構成する円筒に 階段状の切り欠きが付けられたものもあり、この円筒を回転させることで段階的にセット長を変化させることができる。プリロードの調整はサスペンションを完全に伸ばした時の長さと車体と乗員、荷物などを合わせた重量によって縮んだ時の長さの差を測って適正が判断される。プリロードを測定しようとすると特殊な荷重計が必要になったり、 セット長を測定しようとすると、サスペンションを分解しなければならない場合が多いため、便宜的に沈み込みの量が測定される。また、乗員の乗車姿勢や荷物の量などで前後バランスが変化するため、走行中のバランスに近い条件を作り出して、設定できることから沈み込み量を測定する方が、より妥当な測定条件となる。 サスペンションの初期状態からの沈み込みは、英語で、沈下や、たわみを意味する、サグに由来して、サグと呼ばれ、プリロードを増加させるとサグは減少し、プリロードを減少させると、トータルサグは増える。車体と乗員の重量、場合によっては荷物を加えた重量によるサグを、トータルサグ、レース中の乗員姿勢によるサグを、レースサグと呼ぶ。オフロードバイクでは、 レースサグは立ち姿勢での状態を指す場合が多く、これに対して、シートに腰を下ろした状態のサグを、シッティングサグと呼び、状況に応じたサグを測って、プリロードを調整する。例えば、車体と乗員の総重量によって1本のフォークに、70kgF の荷重がかかると仮定する。 このフォークを構成するスプリングのバネ定数が0 7 k g f メメーートルトルで、仮に、自然長とセット長が等しく、プリロードが 0kgF で組み込まれているとすると、トータルサグは 100mm となる。このフォークのスプリングシートに 20mm のシムを挿入すると、セット長は 20mm 短くなり、プリロードが 14kgF となる。 この状態で、フォークにかける荷重を徐々に増やすと、14kgF 以下では、セット長を保ったまま縮まずに、14kgF を超えて、初めて縮み始める。70kgF の荷重をかけると、トータルサグは、プリロード分を差し引いた 56kgF によって、発生する 80mm となり、 乗車状態の車高はシムを挿入する前に比べて 20mm 高くなる。オートバイに用いられているダンパーには減衰力を調整できる機構を備えたものも多い。ダンパーが圧縮される際に発生する減衰力と伸びる際に発生する減衰力のいずれか片方を調整できる場合と両方を調整できる場合がある。調整機構は 手回し式のダイヤルやドライバーで回転させるノブでダンパーオイルが通過する流路面積を変化させるものや流路面積の異なる複数の流路が設けられた部材を回転させて流路を切り替えるものがある流路面積が小さくなるほどダンパーオイルの流動抵抗が大きくなり減衰力は増大するテレスコピックフォークの場合は フォークオイルの粘度を調整することで減衰力の調整が行える。高粘度のオイルほど減衰力が増大し、逆に低粘度のオイルほど減衰力が減少する。フォークオイルは長時間の利用によって流路を通過する際の摩擦熱や洗断力の発生により、熱劣化や洗断劣化による粘度の低下が発生する。また内部部品の摩耗による。 不純物が次第に混じってくるため、定期的な交換が必要となる。オートバイの取り扱い説明書には、フォークオイルの適切な交換間隔や、使用輸出などが明記されている場合がある。10年以上前には、フォークオイルに ATF が指定されている場合も多かったが、現在では、様々な粘度係数が用意された、フォーク専用油が用いられることがほとんどである。 フォーク専用油は異なる粘度のものを配合することによりユーザーや整備事業者が容易に粘度を調整し減衰力を調整できる。ありがとうございます。